はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かじまわりでございます。はい、本日は、昨日に続きまして、守備構築ですね。中断期間までに見えてきた大岩アントラーズの守備構築、その1ということで、ビッグロックブロックについて説明していきたいと思います。はい、序盤うまくいかなかった時期の際に見えてきた、その守備戦術の部分になってくるんですけれども、まあ、こちらのところをどのようにして運用してどういった形で使ってきたかといったところについてお話をしたいと思います。はい、ではまずビッグロックブロックとは何ぞやという話ですけれども、基本的には、まあ、ある程度の、まあ、バイタルエリアより少し手前ですね、相手陣寄りぐらいの位置でのミドルブロック、下がりすぎないブロックの組み方の 4-4 ブロック、こちらが基本的な形という形になってきております。で、何故ビッグロックという名前をつけたかというと、単純に大岩さんからつけた名前ですね。で、というのもなんで大岩さんからつけてるのかというと、この単純なこの形だけではなくって、いくつかのその相手に対しての対応ということって、チームとして、要するに大岩さんの指示として何かこう変化が加えられているよということがございますので、そちらの中からビッグロックブロックと名付けさせていただきました。こういうね、名称があるとこういう発信をしている以上楽なんですよね。それだけを言うことによって、あの形なんだなっていうふうに思ってもらえるので、といったところで少し、貸し回りの中としてお名前を付けさせていただいております。はい、で、変化ですけれども、まず大きな形として前線の2枚がプレッシャーをかけて相手のボールサイドを限定することによってのスライド守備ですね。こちらで横を圧縮して、さらに縦ですね、このミドルブロックにしてますので縦も圧縮しているので、相手の攻撃を受けるところっていうのを密集させて、相手にスペースを与えないようにスライドして守備をするというところがまず一つ目の動きとなってまいります。まあ、これによって、まあ、相手が狭い局面でパス回しをせざるを得なくて、まあ、ミスを誘ったりですとか、自分たちの奪うチャンスを得ていくというようなところですね。はい、で、この派生系として、今期ですと例えば名古屋戦なんかでやったんですけれども、このような形で真ん中を1枚ここにスペースをわざと空けさせることで、相手のパス回しをここに誘導することで、ここに入ってきたボールに対してこのサイドバックが飛んでいくと、で、このサイドバックが飛んでいてボールを奪い切ったところから、この余っていた選手とこの3人でカウンターが始まるよというような形、ここに罠を張っていくという狙いを持った、こういう形も少し見えてきたと。で、さらに逆サイドのこちら側では、まあ、この4人なんだったりですけれども、このこういった形でブロック少し前めにずらしまして、こちら側の選手と4人で相手の選手3人を囲い込むというような形ですね。こういったような形も少し見られたというところになってまいります。はい、で、また相手のチームのトップ下に非常に自由な選手がいる場合ですけれども、例えば今期で言うと札幌戦でチャナティップを捕まえるために、このブロックの間でもかかわらず、長木がチャナティップについて、昌磨が一つ落ちるという形で、このような感じですね。一人がマンマークについて相手の選手についていくけれども、 4-4 ブロックはしっかり組んで継続してやっていくため、ここにボールを入れさせないようにしながら相手のキーマンをずっと捕まえておくよということで、キーマンを
このブロックの外から弾き出すことに成功するというような形の守備もございました。はい。でまた、まあ、今後のその派生系じゃないですけれども、例えば相手が6枚で攻撃してくるようなチーム、ちょっとね今の札幌が昔のその浦和レッズのようなチームですと、そういった形が見られたんですけれども、あとサンフレッチェ広島ですねのような未射式と呼ばれているような攻撃だと、そういうのが見られたんですけれども、ちょっと最近見られなくなりましたが、これでまたね、あの浦和が大月さんに戻りましたよとか、そういったような流れになったりだとか、あとは湘南ベルマーレだとか、そういったところのチームに対して相手が6枚で攻撃をしてきますよという時は、もしかするとこのような形に少し変化を加えて 5-4 のブロックを敷くというような形も見られるかもしれません。ここの位置に、要するにセンターハーフ、ボランチの選手がここに落ちてきて、このような形でのブロックを敷くよということ、夏場はこういった形も見られる可能性も出てくるかなと思っております。はい。でこのブロックですけれども、何もいいところばかりだけではなくって、少し悪いところっていうのも出てきていて、名古屋ですとか川崎ですとかっていうところに対して、少しこうスライドをした時に狭い局面を作っても、それ以上のスピードでパス回しをされてしまうと、どうしても今のところ攻略をされてしまうというところがございます。なので今後こちらのところは、まあ、この距離感ですね、選手の距離感であったり、アタックに行くとき行かないときっていうところの線引きっていうのをはっきりメリハリをつけてはっきりしていくこと、こちらを、やっていくことによって、さらに強固なものにこのブロックっていうのは変えていけるのではないかなと思っております。また夏場はこちらをメインに守備をしていかなければ、体力的に持つことがなくなってしまいますので、おそらく今後この夏場の戦いっていうのは、このビッグロックブロックっていうのは非常に見て取れる守備の形になってくるのかなと思われます。はい。夏場がね、非常に厳しい J リーグの戦いにおいて、このブロック守備戦術っていうのは非常に大事な戦術となっております。まあ、体力が続かない中で、どれだけその省エネという言い方が正しいか分かりませんけれども、エネルギーを溜め込みながら、カウンターを伺いながら、どれだけ耐えられるのか、そして自分たちが主導権を持ってそのブロックをし続けることができるのかというのは、相手の攻撃に対してどう対応していくか、そのブロックを変化させていけるかっていう、まあ、選手たちの判断もそうですし、現場の指示もそうですし、そういったところっていうのが非常に大事な戦術となっております。ですのでこのビッグロックブロック、いくつかのその複数の派生形というものをすでに持っていますので、まあ、そこのところからさらにどう変わっていくのか、生き物のように姿を変えるビッグロックブロック、今後も注目して見ていきたいところだと思っております。はい。本日は守備戦術ビッグロックブロックについてお話ししてまいりました。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、貸し回りを応援してくださる方は、いいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回、おつまわり。